今週分かんなくなっちゃったこと。ラジオの基本のやつだと思うんですけど、ね、今週いくつかこう出来事が起きたんです。関連した出来事がいくつか起きたんですね。連鎖した出来事が起きたんですけど、その起こった時系列順に話すのか、その一番盛り上がるとこから出していくのか、みたいなのって、ラジオの教科書にはどう書いてあるのかが、もうほら、すみません、基本をやらずに来てしまいました。ずっと基本をやらずに来てしまいましたから、わかんないんですね。で、そういう、普通はその、時系列である程度こう時間配分をしながら多分やってくって書いてあったかな確かラジオの教科最初のページの正岡式の顔絵落書きをすげえしたのだけ覚えてるんですけども正岡式がなぜラジオの教科書の1ページ目だったかはわからないんですけどもそれだなあとその後に出てきた双葉亭四名の顔が加藤ちゃんにすげえ似てたのと加藤ちゃんのブログを本当に加藤ちゃんが書いてるのかどうかみたいななんかこう記憶に残ってるんですよねそうなあとルソーが沖正也にすげえ似てんですよねでまあそれおいほらもう時間配分ができてないでしょ別にいいんじゃない一個の正岡式のやつぐらいでいいんじゃないでねそのよくまことしやかに昔言われてたのは、もう日本のテレビメーカーみたいのは、平成に入る前とかの段階で、3D テレビなんか平気でもう開発できちゃってたけども、その 3D テレビ先出しちゃうと、そこまでにもうそのロードマップとしてやる予定だったハイビジョンとかが、むしろ戻った感じになって売れなくなっちゃうから、ちゃんと順を追ってハイビジョンを出して、で、3D テレビを出して、みたいな。ん?逆か。ん?ハイビジョン出して 3D テレビを出して、今度 4K に行って、みたいな。実際にほら、8K、8K はできるのに、その前の段階のが受けなくなっちゃうから、8K、8K を出してから 4K 出しても、なんか変な感じになっちゃったね、みたいになるから、いや、そうやってロードマップを決めて、その出し惜しみをしていくわけじゃない。わかった!この話をしてる場合ではないっていうことが分かりましたね、今。タイトルコールをして、とにかく話していくべきが分かりましたので、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から。ジョギングブームいろいろ理屈こねてるから伊集院さんの中で今ジョギングブームなんですよねって言われてもそれはちょっと違うしダイエットなんですよねって言われてもそれもちょっと違うし全部本当みたいなとこもあるんですけど正確に言うとまあダイエットしたい体重が下げたいっていうか野球が上手になりたかったり足が速くなりたかったりはするんですでジョギングブームでジョギングもするんですけどここ自分の中でもすげえ迷ってるのは僕の中でちょっとこう興味があるのは嫌いなこととか今まで嫌だったことみたいのの中にしかもう発見はないっていう凝り性でしかも自分勝手だから好きなことはどんどんこうやってきたし好きなことはいっぱい調べてきたからもちろん全てが分かったとは言えない全てが分かったとは言わないけども予測できる範囲に近い発見が多いっていう。で、もしくは、ここまでして手が届かなかったものに関して好きなものでね。手が届かなかったものは今後も手が届かない可能性が高い。けど、今までもう嫌いだったやつに関しては、すぐこう掘れば何か出る可能性はあるな。の一環として、僕は、ここ俺自分でも間違えるとこあった自転車もジョギングもクソ嫌いです、ね、クソ嫌いの中でまあこれもさ裏返しみたいなとこがあってさクソ嫌いだけど川口湖から東京までは自転車に乗りますなぜならクソ嫌いだからですねでジョギングもするのはクソ嫌いだからあこういう感じなんだみたいな
ソ嫌いではありますがお好きな方が多い理由はここなんですねみたいなところが見っかる時の発見が多いっていう感じなんですね。でだからすごくジョギングしてんですよって言うととかあと自転車乗ってんですよみたいな話をここですると自転車を乗ってる人からその普通のお便りとかわざわざ送っていただいてすごくアドバイスされたりとかした時のなんかわかんない心ぐらい感じっていう僕自体はそうでもないっていうかなんだろうねそのひねくれた位置でのやつになってもう昔からそれ母乳うぇー超母乳うぇーってなりながら何が楽しくて俺が生まれた時だからおふくろ31歳の女の乳首を黒い親父の吸ったやつだろたかしが吸いまくった乳首をペロ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 吸ってチュー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 って泣くのもあーみりんだ飲みたいみりんだの方が全然いいって思いながらも母乳を飲んでくタイプでしたもう素直に人の優しさを受け入れられないとが凝り固まってますからだからそのジョギングをやっててもどっかにこんなことやっちゃってる俺ってみたいな好きでもないジョギングなのにここまでやっちゃう俺ってみたいな気持ち悪いやつが必ず入ってすげえ気持ち芋虫の裏みたいに気持ち悪いやつがすげえ入ってるわけなんですねでまあ、それでも皇居の周り走ってたらホリプロに今ねホリプロ大変だなと思うのはね西尾さんっていう、まあ、昔アッコさんのマネージャーずーっとやって叩き上げで優秀だから今相当偉くなってる西尾さんっていう偉い人がいるわけです、ね、ホリプロにはでその人がジョギング大好き走るの大好きなんですよだそうすると普通の会社で接待ゴルフとか接待麻雀とかあるわけですねで言うとその西尾さんと気持ちを分かち合うのにまあここはごまストアやんないんでそういうのを公私混同する人じゃないですよないですけどもその下っ端の人間からしてみたら自分も走るのが好きだったら西尾さんが走るの好きなのは上司が走るの好きならまあ渡りに船みたいなとこありますんでその西尾さんがこうじゃあちょっと会社の帰りにジョギングするっていうこのノリもよくわかんないでしょ要するにマージャンパイをつまむような格好してちょっとチャンスを行くっていうのはなんとなく想像つくじゃん俺もサラリーマン生活はもう山一証券が潰れて以来すっかりないですけれどもそれとなんかゴルフ行くとか飲み行くはわかるけどその西尾さんの場合はそういうその同じ趣味の人たちとちょっと走っちゃうみたいな感じなわけこれでさ、ほら、俺はさ、西尾さんが助走壁だったらちょっと行っちゃうなんつって、あの手でジェスチャーでブラジャーの形してもらえれば、お供しますわっつって行きますけども、ね、行きますけど、ジョギング行かないって言われても嫌いだから。だからこのさ、もうすでにさ、この7分ぐらい嫌いだから好きだからみたいな、このひねくれてるからの話聞いてる皆さんが思う通り、要は何なのっていう、俺もそう思うよ。俺自身のことを。要は何なのジョギング好きなの嫌いなのみたいな段階を、その、西尾、偉い、ホリプロでも偉い西尾さんにはなかなか説明しづらい。で、そう、たまに楽屋とか顔出して伊集院やってるみたいな話になるときに、こう、マネージャーの今村ちゃんは笑いのない家庭で育ったベッキーこと顔似てんですけど今村ちゃんは伊集院最近走ってんですよ要は要するに自分のもそうだしその伊集院っていうもの自体もホリプロの偉い人に気に入られた方がいいじゃないで伊集院最近走ってんですよって全部はしょって言うわけねそうすると俺からしてみたらもうそもそもジョギングなんてわけわかりませんけどねっていうわけにもいかないじゃんだって人を傷つけることもないしそうすると、その西尾さんっていう人が、いいねなんつって、あ、伊集院もついに目覚めた走るやつなんつって、ね。めんどくさくなんな、なんつって。これめんどくさくなんな、細かく言うと、なんつって。で、そうすると、もういきなりだよ。いきなりホノルル出ちゃうみたいな感じなの。頑張って企画書通すからホノルル出ちゃうみたいな話だよ、ね、もう松村くんが死んだ日のスポーツ新聞を見せてやりたいよと思うんですけどももうそのノリなんですよその人はでももうやっぱり自分の好きなことを始める自分の周りの人がいるのが嫌なわけはないからその西尾さんは伊集院じゃ今度一緒に走ろうみたいな話になるそしたら聞いたら、ね、
ホリプロのそのジョギング部みたいなのがあって、でその西尾さんと一緒に月1月2ぐらいで、例えば国立劇場って個人で借りられるんだってね、あの、まあ、あの要するに入場券払えば、貸し切りはできない、貸し切りはできないけど入場券払ったら使えたりとか、あとその皇居走るんでも、その今またさジョギングブームだからさ、ランベース、ランベースはアディダスだけの名称なのかな、そういうマラソンするため皇居の周りをジョギングする人が会社帰りに服着替えてでやって、でシャワー浴びて元の、 あの服に戻して帰るみたいな、そういうこう施設があって、そのホリプロの人たちの中でも走るの好きな人が西尾さんを中心に集まって、そのランベースに集まって結構その皇居の周りを走ってる、それでそれ参加してよっていうわけ、その西尾さんがね、でもうどんどん人数多くなっちゃってるからさ、もう全然大嫌いですけどねっていう感じにならない俺は嫌いなんだよそんな走るのなんてってならないでしょ。で聞いたらさ、いじ行こうよ行こうよっつって、でまあ俺も多少だ、俺好きで走ってるっていう感じでもないんですけどねみたいな、もうこの通りの体だからちょっとはっていうこと、あとその走るのもめちゃめちゃ遅いですし歩いてるようなもんだからとか言うんだけど、でもみんなで走れば楽しいからっつって言うわけで、いろいろ聞いたら、そのうちの今村ちゃんもあいつもね上昇志向の強い女だよ野心家の女だよあいつも、どうやらそのジョギング部に入ってんだよ、ジョギングに入ってて、その毎回そのあの上司の西尾さんと一緒にその接待ジョギングやってあるんだよ、ね、それでその今村はその雰囲気として俺がすげえ誘われちゃってて、で今村が最初に偉人も最近走ってんですよの会話の流れにはいるからさ、これ弱ったぞっていう、せっかく私がその西尾さんを接待してジョギングやってるのに、こいつなんか連れてきて走った日には結局ぶち壊しになる可能性あるぞっていう、最終的には下手して何お前ら走ってんだバカ野郎なんつって、ね、タクシー拾えこの野郎っつって、ね、皇居一周だったらもう下手したら980円で十分行くぞバカ野郎みたいなことになりかねでした、私の気づいてきた接待ももう台無しだと思うわけだから、もうそのあたりからちょっとあの、その日は伊集院さんスケジュールが入ってましたねみたいな、次のその走りの時は伊集院はスケジュール入ってるからみたいな空気はもう助け舟も含めて出してて、でその日、まあまあまた何かあった時に何回目かのその、ランベースから皇居周り走るやつじゃあ参加するかななんつってね、ほいで終わったそしたらさ、それが日曜日ぐらいの話で、まあ、月曜日このラジオやって、火曜日にその夜にみんなで集まってそのランベースで走るんだけど、月曜日の番組前ぐらいのところに大体今週のスケジュールみたいなことをね、マスコミには内緒で、お年寄りの施設に慰問に行くスケジュールとかを言ってねえじゃん全然そのまあその今村農家今週のスケジュールみたいで組んだけど、その中に西尾さんがどうしても一応連絡しとけよって言って、その火曜日の何時に三宅坂にあるそのアディダスランベースってとこ集合でみんな走るから、気が向いたら気が向いたらでいいから来てって言ってましたって言われたので書いておきますが、私が何とかしておきますみたいな感じのメールが来るわけ、匂いとして来るわけ、ね、でそれ見た時にこいつ絶対俺が行かないっていうことを決めてるあたりにちょっと腹が立ってくるわけ、分かんないじゃん、その嫌いって言ってんの俺のひねくれ方みたいのをそんなんか甘く見てないかって、本当はだよ、本当は俺すげえリオリオの選考までに努力を重ね、今は確かに皇居一周がやっとですけど、リオをターゲットにしてるけど照れ隠しで言ってない可能性とかあるじゃん、ね、本当は純粋に走るのが大好きなのに言ってない、裏返しで言ってる可能性とかすごいあるじゃん。俺の昔の知り合いの
ボイストレーニングの先生がいて、でその先生はあの男のおっさんなんですけど、俺と同じ体型のおっさんなんですけども、なんつったらいいんですかね、タイプが、好みのタイプが、まあ、僕はその頃ポニーテールの子がすごい好きだったんですけど、その僕と同じ体型のおっさんの先生は好みのタイプがおちんちんのついてる子だったんですよ、ね、その人はその人だったんですけど、その人の持論で言うには股間を触ってきた時にすごい嫌悪感を示す男は脈があるんですよ普通にやめてやめてっていうぐらいの人がもう全く脈がない、その女の子が好きな男の人だけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとやめなさいよってなる人の方は脈があるのっつってたのむしろあるのって言ってたのと同じで、人間のその表裏一体なんていうのはチュロスの右ってどっちなのっていう、あなんだこれその感じですよね。ねじれてるから、ねじれてるっていうことが言いたかったんだな、それが例えて分かんなくなっちゃうってやつだね、これはね、どうもね。でね、その今村があまりにそのどうせ来ない来ないのっていうのは、私はあなたのことが全部分かった、気やしませんから、ね、だけど一応上司に報告しろって言われてることは報告しましたけど、来ねえんです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 から、ですからあちきがうまくやっときやすやみたいな、やっときやりんすみたいなこと言う、こいって、これちょっと今村が言ったら今村驚くだろ、むしろ今村が絶対一番来ないと思ってるから、絶対こう言ってやろうって、いきなりやる気満々で言ってやろう。それでしかもちょっと面白かったのが、まあ、いつもよく、ね、話に出てくるお天気のゴー君、今日もちょっと見学来てます、お天気のゴー君が最近ちょっとダイエットも彼もしてて、で俺のこともパートナーをやってくれたりしてる中で、もう夜夕方の6時ぐらいに集合だったんで、夕方の5時ぐらいにメールが来て、なんか伊集院さん今日ジム行きましたかみたいな書いてくるんですけど、よく僕は今日はジムじゃなくて皇居の周りをジョギングで一周してきました、書いてる。で俺ちょうどその今村脅かすためだけに行くのもちょっと面倒くさいかな、どうかなと思ってる時だったから、今から俺走るからもう一周なって書いたら来るっつうからそのお天気のゴーと一緒にランベースと行った、初めて行ったよランベース。もうね、何がきついっつっても、多分ですよね、人はなかなか外見で判断できませんけど、ランベース結構いるんですよ、人がいて着替えてもうジョギングの格好してそのままパッパカパッパカ走ってくるんですよランベースから。みんなあの中に一人たりともジョギング大嫌いなやつがいないんですよ、ほぼ好きなやつです、あそこにいるやつ。しかもそのわかんねえけど、いやいや走ってるやつってランベースじゃないだろう、もう本当に好きな人ばっかりのところに行って、したらさ、あの西尾さんも一番偉いんだから遅くているのにいるんだよ、もうやる気満々だからさ。これでもう目見た時にさ、俺が何か言おうと思ってるの全部遮って分かってると、お前は好きだってことが分かってると、どんなに何を言おうとお前は走りたかったってことが、もう皆まで言う、俺が飲み込んでから、うわめんどくせえこの人、超めんどくせえってなってるわけで、びっくりしたことに今村が仮病で休んでやる、あいつがいねえんだよ、あいつが、あいつも俺と同じ、俺のマネージャーとか根っこのところでめんどくせえんだよ結局のところ、いやもうで休んでやって、いねえ、それに驚くじゃん、いねえんだよ。したらもうバリバリのホリプロのもう走んの好きなやつだらけで、あと前のずいぶん前の俺の担当のマネージャーで結構なんかその合わねえで辞めたやつとかもいるんで、もういろいろめんどくせえこといっぱい起こるんだけどさ、でそれでまあ結局ジョギングしようってことになるんだけどさ、まずよくわかんないのが、ここはホリプロの社員がみんなでさやってるところ でみんなからしてみたらさ、上司がバリバリジョギング好きなところ、俺たち平社員の中でもジョギング好きだからっていう理由でちょっとここはしっぽり上司に気に入られましょうっていう会じゃんかと、そこなんかわかんないけどタレントの、しかもなんか大して早くもなすおめえみたいな体型のやつが入ってきてどういうことなんだっていう空気は絶対あるはずなんですよ。でましてやそこにゴー君ホリプロでもないからねそこ入って何なのお前みたいな感じになってる人だっていますよ。でしかもわけわかんないのが、
そこにいるのは俺以外はもうジョギングとかマラソンっていうジャンルが大好きな人じゃん。全員大好きな人じゃんか。そこにゴーが運動するのに、運動するんだからジャージって着てきたんだけど、あいつ物持ちがいいのか新しいの買う金ないのか分かんないけど、あいつさ東洋大学の柔道部出身だから、東洋大学、東洋ユニバーシティって書いたジャージで来てる。これはジョギングをするやつにとっては、え、あいつは東洋、東洋の陸上柔道なんだ、あいつ柔道なんだけど東洋の陸上なんて本格的なやつ来ちゃったよってなるから、全員のアキレス腱の伸ばし方が尋常じゃねえよ。横から入ってきたやつにぶっこ抜かれることだけありえねえって。それでゴー君もそれ最近ある程度太ってきたからジョギング始めたぐらい、あともともと彼は長距離、要するに人としてペース配分が一切できない人ですから、だからもうジョギング自体はそんなに、まあ俺よりは全然いいけど、ジョギングが大好きで大好きで欠かさず走ってる人よりは良くないから、その本気で抜きに来るやつに抜かれてくじゃんか。ほんでゴー君もゴー君で抜きに来たやつをにすぐ負けたくないから行っちゃうから、俺付き合ってくる人が誰もいないわけよ。で俺それテク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 走ってんじゃん。しかもさ、ジョギングが大好きでさらにその中から選ばれたやつすげえなと思ったのが、俺が1周5キロの半分ぐらいをやっとおさ走ったところで、最初のその集合してさ、みんなでストレッチとかやったの、もうそのストレッチで俺もいや疲れちゃってるから歯入ってるんだけど、ストレッチでいなかったタンポポのマネージャーの菅野くん、これできる人なんだよ割と。このタンポポのマネージャーの菅野くんっていう、まあ敏腕マネージャーだよね。タンポポ結局あそこまで済んだからね、箸にも棒にも引っかからなかったやつを後ろからさ、タッタッタッタってそれが来るわけ。来てさ、まあ見てりゃ早いなこの人って思うんだよね、箸ホームが。でそれがさ、あ、伊集院さんどうもっていうわけ。あ、どうも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 ってなってんだけど、あの白鳥が今度あのなんか昼なんですかなんかの企画で東京マラソンに出ることになりまして、そしたらってなってんだけど、あのこっちもあんまりまだ半周でヘトヘトの見せるのも嫌だから、あの本当に伊集院さんがこういろいろ指導してくれたおかげであいつらもタレントらしくなってきましたよなんて、こんなことだって菅野君がさやってるからさなんて、もううるせえわけ。もう俺は死んじゃうからって、そんな喋る余裕なんかないから、もともともう俺喋るの向いてないからっつって、もう早く行ってくれって思うんだけど、横にずっと いるわけね。でもうお前はさ、あれから何分遅れてきて走り始めかしんねえけども、俺は距離はこう同じとこにいるかもしんねえけど、お前の倍ぐらいの時間多分走ってると思うからね、オス成分だけって全力でやってるから早く行けって思ってるわけ。それから何分かずーっと長話した後、ターってこうやって行っちゃってさ、これで俺が最後まで一周して、あのスピードだと俺もう何周抜かれんだろ、あいつ一周するのに一周遅れどこじゃねえぐらい抜かれんじゃねえのと思って、結局40分弱ぐらいかけて俺一周終わってヘトヘトで帰ってきてさ、ですぐちょっと後ぐらいにさ菅野君が帰ってきてさ、ランベース帰ってきて、これでよかったっつって、結構ギリやっぱり一周で一周しかしねえのに一周遅れになるとかだった、向こう二周のこっち一周になるとかだったなと思いながら、そのランベースで着替えてたら、あーいや本当にあの喋りかけた時きつかったですよっていうのね、うん、いや全然きそうじゃなかったじゃんかよ、そっちなんかもっといっぱい走りゃいいのにって、さすがにね6周目ですからあいつ30キロ走ってんね、意味わかんなくない？30キロだよ、30キロって走る距離じゃない。お前はだからもう副業を許すから飛脚になれ、そのもうホリプロをやりながら、だから変なバイク便とかをやった、ホリプロのバイク便の予算とかを菅野君は全部やった方がいいよっていう感じで、ほいでさ、そんなんばっかなんだよ、みんな普通に3周4周したりとかする中で、で終わった後に西尾さんとかみんなで、じゃちょっとみんなでちょっとご飯食べ行こうか、で中に一人だけホリプロの2年目ぐらいの社員で100キロぐらいあるやつがいて、こいつだけはこう分かるっていう感じのがいて、でまたそいつとも話すのが、なんでお前話すの、お前もなんで君も走るの、俺が言うのもなんだけど、そいつだけは心をちょっと打ち解けてるから、俺走るの嫌いっていう、俺が言うのもなんだけどさ、なんで走るのって話してたら、あれかあれか
要するにパワハラで無理やり走らされたっていうのを後の裁判で有利にするために今日証拠作りで走ってんのかみたいな話してたら、なんかその彼ももともとはすごいそのサッカー部かなんか、その名門校のサッカー部かなんかすごい走ってたのが、この3年ぐらい結構この不規則な生活をしてるうちに100キロ近くなっちゃって、本当は走るのも好きだし痩せたいから自主的に来てるやつで、なんだこいつも仲間じゃねえなと思いながら、終わった後にちょっと打ち上げに行くって、そしたら西尾さんがうまい日本そばを食わしてもらう居酒屋があるから、そこでこうカロリーを消費した分ちょっと日本そば食べて帰るっていうからさ、じゃあもう乗りかかった船だ、まして腹も減ったしさ、日本そばだったらいいかと思って言ってさ、やっぱりそこはちゃんと会社だからさ、平野の人とかは一生懸命テキパキ働くわけ、その、居酒屋に行って、したらまたさ、その菅野とは別のとんでもないのがいてさ、大学の陸上かなんかやっててホリプロ何年目かの女の子なんだけどさ、そいつも多分今日も30キロぐらい走ってきてんだよ。で30キロ走ってきたとは思えないぐらいテキパキ働くんだよ。だけども常識が違うのはさ、さすがの西尾さんもまあ多分俺とそんなに年かない、俺より上だから、もう俺も、まあ、他の連中もそうだけど、昔走ってた人たちですらももう中年太りになってきて、でもう一回趣味の走りを、ね、始めて少しちょっと体重減らしたいなとかもあるわけなんだけど、その子は本物だから、その菅野と君とその子は本物だから、次々とこう、じゃあ注文はお前がやれよって言われて任されて注文やってんだけどさ、俺の前にさ天ぷらが5人前ぐらい出てくるわけで、天ぷらと思ったら次唐揚げがだんだん出てくるわけ、延々とそんなの出てくるわけ。そいつその時30キロ、朝20キロみたいな毎日なの、趣味で。で彼女たちのいわゆる本気の人たちの考え方は、ちゃんと消費した分食べないと体力が落ちちゃうから、走ったらちゃんと食べるっていうルールで、バカだね、みんなそうだと思ってやるのみんなそうなわけねえじゃん。こっちからしてみたら一周回ってとりあえずそば1個は許されるぐらい減らしただろうと思って少しでも食べないで帰りたいんだけど、もうさテーブルの上片っ端からタンパク質油もん、タンパク質油もんで、その体鍛えてる人はタンパク質まではなんか聞いてたけど、もうもはやちゃんとカロリー取らない、カロリー取るのも練習なんだみたいな暮らしから来てる人だから、そうするとさ、そいつはまあそこそこ女の子でも食うっつっても女の子の限界あるじゃん。ほいで俺らはさ、中年組はさ、ほとんどそれを食ったらだって赤字だぜってなっちゃうじゃんか。で結局食うのはさ、その昔スポーツやってる100キロになっちゃったやつがさ、やたら食ってんのねお前完全赤字じゃねえかよ、絶対来た時よりも全然太ってんじゃねえかよっていう状態でさ帰ってってさ、あったな。でまた帰りにさ、もう来ねえって言う、もうさすがに言って帰ろうと思ったらさ、西尾さんがさ、分かってん何を分かってんだか、キャリーパミパミで夢の始まりも、もう読めねえのつけろ悪いみんなさ、その喋り手の人たちでさ、その主張してた方がいいのは、キャリーパミュパミュを言えないとカッコ悪いとか、噛んだら失礼みたいな空気やめよう。つけるやつが悪いんだよね。むしろ噛むたびに睨んでやった方がいいよね。お前はこうなることを分かってるはずだからね、なんつって。で曲紹介を、こ夢の始まりんりんっていう曲で、全部ひらがな表記ですけど、この読みにくい曲紹介をつけるという嫌がらせだから、僕はキャリーパミュパミュちゃんがどれだけ純情な子か知りませんけど、前で積極的にチンポコは出してきます。目をそらす方が悪いってことでしょ、それは。僕がどんなにチンキな格好をしててもですよ、僕はむしろ包茎再生手術で今の火星包茎を神聖にして、もうちょっとわかんないけど言っちゃいけねえ、わかる、この人のこの残念なおちんちんを見るプレイみたいことをさせますよ。だそういうことですもんね、これはね。何言ってんの何を言ってんの、なんか今日はいっぱい喋ることがあって、その時系列とかうっせえよ。それがキャリーパミパムにチンチン見せる話に5分も割いていいんだったら、そこに関してなんかどうでもいいだろ。で、その、アディダスランベースも一つクレームを入れさせてもらいますけど、ディレクターの池田ですわ。
池田が、これ覚えてますかね、あの、去年の誕生日の時に、アディダスの超最新型の靴みたいのくれたじゃん。なんか、気持ち悪い。あの、僕みたいなものが履くと、ちょっと気持ち、あの、要するにジョギングが嫌いだからなんですかね、ああいう先進的な靴に対して気持ち悪いと、なんかむしろいいかな、めんどくさい、めんどくさい、ランベース行ったらさ、その超最新型の靴を履いてんの、俺しかいないじゃん。その全員のうぷぷ感、その全員、超最新の靴を履いてランベースから出てくる人たちと歩いてる時のうぷぷ感ね。あとランベースもランベースで、そういう施設なんですけど、三宅坂の交差点から、ちょっと、上り坂で、300メートルぐらい行った、ビルの2階みたいなところにある。で、その外から階段で上がった2階みたいなところにあるわけ。ね。でさ、行き、俺からしてみたら、皇居一周5キロじゃん。ね、5キロでいっぱいなのに、その、三宅坂から、往復600メートルって、ぼったくりでしょこれどうやったって。それ何増してんの ?1割以上増してるじゃん。で、しかもさ、行き下り坂じゃん。帰り5キロ走った後に、上り坂っていう作りは、それはさ、よっぽど体力ある人向けの施設なら別だけどさ、体力ある人向けの施設だからああなんだろうけどね。あの感じがね、すげえとこ行っちゃったなっつって。だから最近のそのブームの一環に自分の好きじゃないことの中に突入するっていうのが一個と、もう一個、そういうこう初心者なのに行ってみるみたいなのはあるから、ランベースみたいに行ったのも俺の中ではまあまあいい経験ではあるんだ。そういうとこなんだっていうのが分かったいい経験ではあるんだ。だけど、あ、難しいなと思ったのは。草野球ってさ、やっぱさ、普及人数がすごいな、かすごいから、草野球の中に別にさ、40歳ぐらいで今日初めてやる人がいてもおかしくないじゃん。外野守ってるから、あいつ野球やったことないんだって言って人が いるケースって結構想像できるじゃん。でもね、ランベース、それがほぼいないね。結局、そんな感じの人はそんなちゃんとした施設なくて走り始めるもんだなっていうのをね、すげえ思ったね。あとね、走り関連、この後またね、昨日大変なことになってくるんで、一回じゃあ CM を。これでその、ジョギング、ね、皇居回るジョギング。で、まあ、ここ、今年入ってからぐらいかな、まあまあ走るようになって、この番組終わった後走ったりとか、まあするんですけどね。で、一応、走ることよりも、ごめんなさいね。ギアが好きだから、そのペースを調整する、iPhone のアプリだとか、あと心拍数を測るメーカーみたいな、まあ大好きなんですよ。で、それをつけながら、毎回5キロこう走ると、一番最初走った時が、40分くらいかかって、ね。俺の基本的な目標は、あいつに負けないとか、よくライバル作るといいって言うじゃないですか。そうするとね、こう番組終わってうだうだして明け方の5時とか、こう行きますとね、ウォーキングをしてるジジイがいるんですよ。あれに抜かれないっていう、それが大体目標ですから。大体僕はそのウォーキングしてるジジイの後ろのスリップストリームに入りますから、それにスッと入りまして、風向きが良くなったところで、テテレテレテレンつって、ファンファーンつっていきますから、ジジイの前のところ。で、それぐらいのスピードです。時速、40分っていうか、5キロ40分っていうのはそんぐらいで、まあ、1キロ8分っていう、スコットランド兵よりかなり遅いっていう状況ですから、もう僕なぜかスコットランド兵のスピードって大好きなんで、スコットランド兵は更新してあんなに足を高く上げて、その、キットカットの CM 通りで更新してても、俺のランよりも、まあ、早い。で、それを走っていくうちにちょっとずつタイムが縮まってきたりとか、その耳でペースメーカーの人が、最近のやつは、昨日の俺を目標にしてくれるのよ。昨日の俺より今どれぐらいリードしてますよみたいなことを言ってくれたり、今平均スピードはこれぐらいみたいなことを言ってくれるから、それに合わせてこう走ってるうちに、40分が38分になり、37分になり、で、この間そのランベースに行った時が、35分50秒ぐらいが出て、で、それもさ、要は知ってる人がいるから、あんまり教えた恥ずかしいみたいなパワーで結
構ヘトヘトになって、やっと35分台っていう。で、まあ、これ走、自分のタイムがある程度分かってる人からいたら、俺の遅さたるや、もうないですよ。ね。途中お堀に13回怒ってますからね。それでのタイム、じゃあ早えよ。じゃあむしろ早えよ。道間違って日暮里行ってますから一度。で、その、感じで、行ってて。で、自分だけで走る限界みたいなのもちょっと出てきて。で、たまたまゴー君と、この前に座ってる高専の渡辺君と僕といるときに、なんか、せっかくその嫌いなことだとかブチブチ言いながらいろんなことやんなら、ちょっともう、ちょっと調子乗って、いろんなことしてみようみたいな話になって、駅伝にエントリーしてやろうって話になって。したら、皇居駅伝って結構やってんのよ。ちゃんとした大会の。駅伝をやってて、チーム、3人のチームでエントリーして、3周っていう駅伝の大会がありますって。それにあれ、ちょっと飲んでたんだよね。軽く飲んでたんだよ。それでそうエントリーしようって話になって。で、汚いのは、この高専の渡辺くんだって、運動した方がいい体型なんですよ。ね。医者からいろんなことを言われてる人ですよ、この人も。だから、この人は走ったっていいんですけど、日曜日は、月曜日のこの伊集院光深夜のバカ力なんかよりも全然僕が力を入れている爆笑問題日曜サンデーの構成をやってますんで、その日曜日の大会には出れませんっていうわけ。んで、誰か一人もう一人入れて参加したら方が面白いみたいな。なんかいつの間にかまた監督みたいになってるわけ、こいつ。ね。こいつ、小出監督みたいな感じになってるわけ。もうヒゲの全く生えてない小出監督、もしくはスポーツに全く詳しくない小出監督っていう感じ。Q ちゃんと全くネットワークのない小出監督って。お前、さては小出監督じゃねえな、全然。ねえ、その、マラソン経験のない小出監督なら、お前ただおっさんじゃんかよ、別に。小出監督の要素全然ねえもん。小出という字を3文字変えて1文字足して渡辺だろ、お前。何にも変わってねえよ、それ何にも。ヒゲ生やせよ、まず。とりあえずヒゲぐらい生やすの礼儀だろ、お前。で、その、で、誰を入れようか、みたいな。したら、繰り上げスタートの基準はあるわけですよ。場所を選挙で、その、皇居をずっとその、走ってるわけいかないから。そしたら、一人目が終わった時点で40分。40分経っちゃうと、タスキが繋がんないで繰り上げスタートになります。で、二人目の段階で今度80分で繰り上げスタートになります、みたいな話だから。まあ、一人はゴーちゃんで、ゴーちゃんはその時、なんだかんだで26、7分ではまあ走れるから、26、7分で走ってくれれば、ここに、まあ、40分ってことは、13、4分余裕ができるじゃん。ほいで、その二人目もゴーちゃんぐらい速いやつ走ってくれれば、その、倍のもう余裕があるから、もう26分余裕があって、で、最後ゴールの40分足しても、66分でしょ？途中ランチ入れても、ただ厨房にすっと注文が通ってないとね、注文忘れてましたのパターンあるじゃん、しばらく待ってて、すいませんなんつって今作ってますってなっちゃった時に、ちょっとまあ、それは俺の責任じゃなくて厨房の責任だからだけど、それで、なんとかなっかな、みたいな。ので、したら、ゴーちゃん、ぐらい早くて、この日スケジュール空いてる若手芸人ってなったら、ゴーちゃんが空いてるってことは、ゴーちゃんの同じお天気のやつ空いてるわけで、エバトっていうのもまあまあ、こう、早いんです。で、エバト国間さんも早いんで、エバトとゴーちゃんをエントリーして、それで、だってもうゴーちゃんが空いてるってことは、エバトがピンで仕事ってないから、もうそれでエントリーできるかって、その場でもうエントリーしちゃって、で、忘れてたっちゃ忘れてたし、それでも面白いなと思ったのも面白いと思ったんだけど、エバトにそのことを言わないまま。で、しかも笑っちゃうのが、チーム名、急にこうやってどんどんインターネットで募集してんだけどさ、インターネットでさ、第一走者誰とかこうやって入れてるうちにさ、チーム名って聞かれてさ、チーム名と思って。お天気って入れてるから、よくわかんない。もう、ゴー、エバと、伊集院っていうお天気、ね、お天気っていうチームが出来上がって、で、その、さらにムカつくのが監督が、要は順番に入れてる第一走者ゴーって、第二走者エバトって入れようと思ったら、こいつ走んねえんだよ。こいつ走んねえのに、
伊集院さんが全くノーリスクなのはおかしいみたいなこと言い出して、少なくとも第二走者ぐらいで何かちょっとコケでもしたら、繰り上げスタートなんじゃねえかみたいなピンチは追うべきだみたいなこと言い出して、俺第二走者、なんかムカつくから、もう上がって第二走者ってなって、それで第三走者をエバトでエントリーしたんだけど、3日前ぐらいに、あ、そうだ、いけねえ、エバトに言ってねえと思って、それでエバトに電話かけて、日曜日暇だろって言って。ね、あ、暇ですけどって言って。で、俺、故郷走るから、一緒に走ってくんねえかなって言ったら、あ、じゃあ最近走って、あ、最近でも全然走ってなくて僕太っちゃってみたいなこと言ってるから、ま、ダメだよ、ちゃんと走れるようになっといて、つって。一周でいいから、って言って。で、そんで忘れちゃったのかな駅伝の大会にエントリーしてるってことは言わなかった。何時何分に桜田門のとこ来てくれとしか言わなかったんだよね。でね、今思えば言ってた方がよかったな。言ったらあいつおじけづくんじゃねえかとか、言ったら付き合ってくんねえんじゃねえかって思ってたりする分もある。あとほら、ここだけの話だけど、お天気っていうのは、ゴーとエヴァとか、まあ、仲悪い。まあ、仲が悪いですから、ね、お互いの勝ってるハムスターを殺しかねない勢いですから、まあ、勝ってないんですけど、お互い勝ってはいないんですけども、その仲が悪い、これを機に仲良くなってもらいたいっていう俺の意識もあるから、まあ、俺が一番楽できる組み合わせで、暇が確定してる芸人だから二人呼んだだけなんですけど、ほいでさ、もうちょっと楽しくなってきてさ、朝8時10分集合で桜田門にね、来て、つって、で、それはゴーにも行って、で、俺も行くじゃんで、行って、俺の中ではもう、エバトがどんな顔するだろうと思って、エバトに、その今日駅伝の大会にエントリーしてるよって言ったら、どんな顔するだろうって、ずーっとすごい思ってて。ほいで、まあ、8時半から手続きをして、で、9時からミーティングっていうか開会式みたいのがあって、9時半スタートみたいな。で、8時10分に、呼び出ししてんだけど、ちょっとこうワクワクして、エバトのその顔が、リアクションがすげえ見てえわ、と思って。で、ちょっとワクワクしちゃったんで、8時ちょい前ぐらいに着いちゃったんだけど、その、ゴーとエバトは、先輩に誘われてるから、遅刻しちゃいけないと思って、早く来ちゃってるから、早く来ちゃってて、それで、ゴーからしてみたら、エバトにその駅伝のこと言っちゃいけないし、俺がエバト言っちゃいけないし、仲も良くないから、手持ち無沙汰な時間を過ごしてるわけ。で、俺が入ってきて。ほいで、おい、エバトつって、いよいよ。もう、俺もずーっと迷ってたんだけど、もう我慢できない。どのタイミングで言うかすげえ迷ったら我慢できない。もう会うなり、お前アンカーなって言って。アンカーって何すかって言ってね。いや、アンカーってほら、今から駅伝の大会だから。ね、駅伝の大会に、ほら、エントリーしてるって、俺言おうとして忘れてんじゃん、なんつって。で、したらもういいリアクションさ、って言うわけ。ええー、って言われて、うわ、このリアクションすげえ待ってたわ、と。勝手になんだよ。だってじゃねえんだよ。だってじゃない。だってそんなこと言う、その、言ってくれないから。言うも言わないも先輩の勝手だ。いや、もう言ってくんないとも何も、ただ走るだけでも、走るっていうのは言ってるだけでも、ありがたいと思えよっていう。今から、みんなでガンダムのプラモデル作るって言われてたのに、ね、ジャブローのジオラマを作ろうって言われたのにもかかわらず、走るんだったらそれは悪いかもしれない。走るって言ってんだからいいだろ、ホーケー一緒走るって言ってんだから。ちょっと切れかかったら、言ってくんないと、俺、家の上野ならあいつね、上野から皇居まで走ってきちゃったっていうのね。要は、俺のペースで1キロ、それ5キロ走るんだったら、物足りないからと思っちゃったんだろうね。要は、俺に付き合って走るのに5キロだったら、もっと温めとかないとダメだってなっちゃって、上野からも皇居まで走ってきちゃってんだって。で、その上、3日前ぐらいに急に言われて、急に体作れって言われてるから、ここ何日か毎日15キロ走っちゃってんだって。ヘッドヘッドな状態のやつ来ちゃってさ。なんだよ、お前つって。でももう、その、これ、こういう理由だから、つって。こういう理由もくそもないんだけど、お前はアンカーだから、つって。でも、まあ、これも一滴、ランベースなんてもんじゃないね。ジョギング嫌いな人、駅伝出ないね。しかも金払って出るからね。エントリー料5、6000円多分したもん。金払ってまで、あの時間に駅伝出たいくて集まる人たちって、すべて本気だね、全員。やや好きとかじゃないね。超好きの部類だね。ほいでもうさ、
何度かそこの NPO 団体みたいなのが主催してるんだけど、もう何度かの大会やってるらしいの。やってて、その大会ごとに切磋琢磨してるような人たちがいっぱい来てて、それでそこの係のお兄さんみたいのが、トランジスタメガホンみたいので持ちながら、その今からその開会式を行いますなんて言うんだけど、もう、俺の知らない世界のことだからさ。なんかわかんないけど、駅伝ギャグみたいになって、公共駅伝ギャグみたいになって、なんか。皆さんいろいろ諸注意を言いますけれども、なんて。ここは公共は、その、皆さんの公共のスペースをお借りしてるわけであって、個別に陸上競技場でもないですから、みたいな、ことですから、ここから先のその砂利道のところに入ってウォーミングアップなんかしますと、すぐにおまわりさんに連れてきちゃいますよ連れてかれちゃいますよみたいな。もう、はい。それはよくあることらしいんですよ。その、つい、その、ウォーミングアップをするのに、広いところに出てしちゃう人多いらしいんだけど、その、皇居のとこで、その、運動とか許されてるところでは、見分けはつきにくいけども、ないっていうことで、お前さん注意される。連れてかれちゃわないまでも注意をされる。お前さん飛んできてダメですよって言われちゃうことがよくあるらしくて、ランナー全員笑ってるけど、俺たちチームお天気だけは、ああ、そう。上げ方が、その語尾の上げ方が面白いやつの上げ方だけど、みたいな感じになってるし。あとね、もっとギャグ入れられるとこであんま入れないね。あんま入れられないね。なんかわかんないけど、俺、そう、今日は特別に来ていただいてるのが、箱根駅伝、山梨学院大学が優勝した時の箱根駅伝のランナーでもおなじみの、何々さんっていう、でいて、なんか、なんだっけ、国体だかオリンピックだかにも、出てますみたいな人が出てきて、ラジオ体操の最初やってくれるんだけど、あそこも多分一旦、皆さんもご存知ですよね。砲丸投げのっていうギャグ絶対あった方がいいよと思うんだけど、あんまそこボケねえなみたいのを、エバトと二人でずっとダメ出ししてて、あそこはボケていいんだよとか。で、NPO 団体の偉い人の挨拶を紹介するときに5回噛んじゃってるんだ、その人。あそこはダメだよな、偉い人紹介するところは、みたいな。そんなことで、現実から俺逃げてんだ。だって俺の中でメインイベントは、エバトが驚くところで終わってんだもん。走りたくねえんだもん。全然走りたくないのに、エバトがあそこでやっちゃったもんだから、もう全然終わっちゃって。で、もう何より俺をへこましたのは、皇居の、走ったことある方はわかると思うんですけど、まあ走ったことない方に言っとくと、桜田門の前っていうのは結構な広場なんですよ。ウォームアップもできるし、で、そこがスタートゴールと、その、バトンタッチの場所になってるんですけど、そこからいわゆる皇居の外周に出るところの道っていうのは、歩道、普通の歩道だから一気に細くなる。で、要は、スタートして、まあ300メートルもない、200メートル行ったところから急に細くなるから、そこが混雑しちゃう。でしょ？だそしたら、それを防ぐためにも、その、自己申告でいいですから、自分が大体どれぐらいのペースなのか言っていただいて、ペースの早い人順に並んでいけば、その人たちは早い、渋滞しなくて済むから、そうしましょうみたいな話になって、で、そのトランジスタメガホン持ってる人が一番最初に、それでは皇居一周5キロ、20分切る方っていうのね。じゃあそれもうね、何チームだった全部で。チーム自体は、50チームぐらいだから、要はスタートラインに50人ぐらいいるわけじゃん。要は50人集まってる中で、こんなことで、皇居一周5キロ、10分、20分切る方って言ったら、もうその中で10人ぐらいもう手挙げちゃってるのね。ほいで、それでは19分の方、18分の方、17分の方ってやってるわけ。さ、17分ぐらいの、ではいけるかもってやつから、これ並んでいくじゃん。で、その後、じゃあ、続いて20分の方みたいなの言ってって。それで、うちのトップランナーのゴーちゃんが26分の方じゃん。要は26分の方なんだけど、26分の方はゴーちゃんだけ。で、26分の方で以上っていう感じでもう始まっちゃうじゃん。俺35分の方、36分の方だから、これ眼中ね、36分の方全く眼中ねえ状態で、で、スタートって始まっちゃってる。降りる降りる降りるって思っちゃってる。もう、始まっちゃってんだよ。これでもうみんなバンバン走ってくるしさ、ゴーもゴーでなんか張り切っちゃってるしさ、もう冗談じゃねえ。ほら、俺もペース配分が。全然、駅伝の時もできなかったけど、もう全くペース配分ができてない。今さ、喋ってる途中に思い出してさ、汚ねえなと思ったこと一個あんだけどさ、こいつ来てんだよ、こいつ見に来てんだよ。渡辺監督見に来てんだよ、ずーっと。ちょ、変だし、ただ茶化しに来てんだよ、最初から最後まで。お前、いけんじゃん全然。
の日曜サンデーの入り時間って午後っていうか午後1時ぐらいだから、昼まで入ればいいんだろあれ。11時過ぎぐらいに入ればいいの？全然いけんじゃん。だって終わったのその時間。そうだよ。こいつ最初から最後までわかんないけど、走ったやつよくやったとか言ってたもんなんか。よくやったじゃねえよ、お前。なんだよ。でもなんかね、その、もう自分の中ですげえ思ったのは、あ、もしかしたら自分の売れない理由の一個だったりとかもすんだな、とも思いながらも、やっぱりね、ボケらんないね。結局、そのエバトと一緒に、なんかそのエバトになんかちょっと突っ込みどころとか、こんな風にボケたら面白いみたいなことは言えても、結局のところ、例えば、バトンタッチの時に逆走ってっちゃうギャグとかあんじゃん。思いつくよ。100万目思いつくよ。なんなら。みんなが待ってて、その桜田門っていうところからバトンタッチのゾーンまで、もう要するに、皇居の周りぐるって回って、今度橋を渡って桜田門とちゃんとじゃ門をくぐって、直角に曲がって最後の直線に来るから、そこは入ってくるまで見えないから、あの、来た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 ってみんなが言ってる時に、俺がセグウェイで来ちゃうって手もできますよ。なんならそのギャグのためにセグウェイを買うことも、うん、いいですよ、ギャグとしては。でもやっぱりなんかね、本当に大事にしてる人しかいないじゃん、要は。逆に。いないから、そこを俺たちが、茶化すのはなしだってちょっと思っちゃうんだよね。いっぱい思いついて走ってる間。150種類ぐらいの、やつで、みんなが見てる前ではダメなら、なんならだけど竹橋から桜田門まで地下鉄乗るっていう手もあると思って、それも面白いと思ったけど、それをギャグじゃなくて不正と思われた時の、不正だけどね。完全に不正だけど、そのことにも、あの、なんも言えないから、すげえ真面目に走ったりとかして、まあまたさ、ゴーがさ、ゴーちゃんは、その何度か走ってるから、まあいろいろ前世紀に比べたら体力も落ちたりとか足を痛めたりとかペース配分が分かんなかったりとかして、まあ26分で帰ってくれば同じぐらいにまあ思ってるわけですよ。なのにゴーちゃん必死な顔で24分04で帰ってたんですよ。ねえ、でもう、うわこいつすげえなと思って、でもそのタスキを受け取るときにいろんなギャグあるんだよね。俺たまたまその時の、もし、タスキを渡すっていう、つなぐっていうのは形としてやりたいんだけど、タスキっていうものを自分で用意するもんなのか、大会が貸してくれるもんなのか知らないの。で、まあいろんな大会あるんだろうけど、それは大会側が貸してくれるものだったんだけど、その貸してくれなかったらのために俺タスキ持ってたの、自分でね。で、ゴー君がタスキ持ってきたら、大丈夫大丈夫、俺あるからってやるとかも考えたんだけど、もうそれも、こう、そこではボケらんねえなってあって、ゴーちゃんにタスキもらって走り出すんだけど、あのなんか、せっかく走っていろんなそこで見聞きしたものとかを、もうこっちにしてみれば、うわ、月曜喋れるって意識もあるから、でも、逆に言えばそれが押して、ケツ押してくんないと、そんなもん参加できないとかあるから、で、その、いつもはヘッドホンしてんだけど、そのヘッドホンとかして、こう、音楽なんか聞いてってもダメだと思うから、なんもなしで、時計もつけずにこうやって走り出したら、もうペースがわかんない。いつもそのペースメーカーをずっとつけてるから、それもね、自分がスポーツマンで、これぐらいの疲れだったらこれぐらいとか、自分はスポーツマンの精神力と冷静さを持ってて、この運動はこれぐらいの強さで、自分がこれぐらい息上がってるとしたらこうだ、みたいな理屈がないから、どんなペースで走ってても超きついから。だからそれが、45分で走ってようが、この間のそのランベースの35分50秒であろうが、きついから、今きついよ。そりゃその、もうすでにもらった時点できついけど、このきつさが今何分のきつさなのかわかんない。多分、鍛えてる人たちは大体自分がこういう感じで走ってはこれぐらいがわかるんだろうけど、全然わかんないし、今何キロも、機械がいつも、今何キロですよ言ってくれるからわかるけど、何もわかんない。いつもどれぐらいの地点でどう言われてたかなんか全然わかんねえから、俺どうすればいいのかもう、ちっともわかんなくなってきちゃって。で、そのうち、ここで、この、リタイアする方向のボケなんだみたいな、やつとかもう思い始めんだ。いや、それはダメなんじゃねえかとかなってきたり、急にテンションが、ちょうどね、皇居って、その桜田門ってところが走り出して、まあ大手町の方を通って行くと、竹橋っていうところからちょっと坂上り坂になるんです。そこまでずっと平坦で上り坂になってくるんです。で、その上り坂のところを、もう
俺山の神って言いながら走るんですけど、まあ勾配としては1度ぐらい。多分別に何の山の神でもない。そのあたりで変なテンションになってきて、ちょっとこう、ゴーちゃんが繋いでくれたタスキを、今エバトが待っているっていう。俺の帰りを待っている。元歌がないんだよ。もうこれ元の歌がない。オリジナルソングのやつだよ。ね。わたあめおひげに絡みつくと同じだよ。それのこうトーンでなんか一気に燃えちゃったりとか、その後急にこう周りに走ってる人たちに対して、周りの人たちは走るのが好きでやってるのに、俺と来たらなんだと。大嫌いだと。走るのが大嫌いなのにやってるとか、あとまた新しいギャグを思いついたりとかね、あのそんなのしながらこうずっと走ってくるわけ。でもやっぱ最後の最後にうまいその桜田門スタート桜田門ゴールっていうのはいい組み方だなと思うのは、最初平坦でそれきつい上り坂いっぱいあった後、今度やっぱり元に戻ってくるから下りになるわけ。で最後は目指す桜田門がかなり前から下り坂の向こうに見えてくるから頑張ろうって気が結構起きる。から、MX テレビってところの前がちょうど坂の頂点なんですよ。で、MX テレビの前に、ああ、昔 MX テレビでレギュラーやってたなーって。ああ、そういや、レギュラーやってる時に MX テレビの帰りに半蔵門線の出口でシェリーと会って、あの頃全然売れてなかったけどなすげえな、シェリーと思いながら、で、下り坂こうやって走ってきてさ。で、こっちはもう、わけわかんない。今何分なのかもわかんない。途中時計ないよね。その、沿道に全く時計がないから、今が何分なのかも自分のペースが何なのかも全然わかんなくて、どんどん恐怖感で、これ俺もうすでに繰り上げスタート、まさかの、ゴーちゃんの貯金の16分を使って56分経ってるってことはねえかとか思い出したりとかして、やばい!これはエバトにちゃんとつながないといけないな、みたいな。うわーって走り始めて。エバト、俺を待っててくれっていう思いながら、ブワーって走ってって。で、最後、その桜田門を越えて曲がったところで、最後まで見えないから、そのゴールスタートのところ。桜田門は見えるけど、ゴールスタート地点は見えないから、桜田門くぐってパッて見たら、俺が来ると思ってないエバトとゴーが無駄話をしてるっていう。全く俺を見てないという。で、俺はすでに自分の最高記録だった35分55分を大きく上回る33分フラットで帰ってきてるっていう状況だから、あいつら俺が、はい、もう絶対もう死んでると思ってて、お葬式どうするみたいな、その話で盛り上がってて、俺が来てるのにも関わらず、全然、ああ、セグウェイ乗ってくればよかった、ああ、セグウェイ乗ってくればよかったと思いながら、帰ってエバトに渡して、これで、エバトが走ってって、で、もう、俺からしてみたら、俺の、最初のクライマックスはエバトが驚くところじゃん。で、二度目のクライマックスは俺の義務を果たすところだよね。で、俺の新記録も出てるじゃんか。ほいで、で、その日、ちょっと雨も降りそうだったんですけど、雨も降りそうだったし、終わっても、自分の中では、もう、満足感でいっぱいだから。早くドトールに行こうっていう。俺の中でもうドトール。エバト、誰っていう。で俺はもう帰っちゃうっていうんで全然いいと思ってるんですけど、なんかわかんないけど、エバトと何か知ってる仲なのかわかんないけど、ゴー君が帰りたくないと。エバトが帰るまで見届けなきゃいけない、見届けなきゃいけないっつって、なんか付き合わされて、なん勝手にあいつが体鍛えたくて走ってるやつに付き合わされなきゃね、なんで、俺は終わってんだ、俺が終わってんだ、あいつ待つことはねえだろうと思いながら、ね、行ったら、まあエバトも、その最近やって、よく頑張って26分ぐらいだな、みたいな。26分か27分ぐらいで、しかも、毎日のように15キロ走っちゃってる疲労と、今日上野から後期まで走っちゃったばっかっていう疲労があるから、ダメそうだったんだけど、と帰ってきたら24分台で帰った。まあ、ほら、大嫌いなゴーに負けたくないってあるから。あの、殺してやりたいゴーにだけは絶対負けたくないっていうのがあるから。で、ゴーはゴーで途中でもう好きあらばね、足払いを仕掛けて掘り落としてやろうと思いながら、見てる方待ってたとかね、帰ってきたところで足払いで、多分両足を粉砕骨折させようって思ってたから、俺が帰るの嫌がったんだと思うんだけど、エバトも24分台で帰ってきて。んで、まあ、なんとか、とりあえず、駅伝終わったなと思ったら、この渡辺監督が、次のエントリー。
次エントリーするからみたいなこと言い出して、知らねえよそんなの、こっち側からじゃもうギャグとしても全部終わってるし、でいてもその段階で渡辺が次どこ走ります、どの駅伝いろんな大会ありますから、あの皇居だけじゃなくて次どこ行きますって言ってる時に、思わず出そうになった声が、走んのなんか大嫌いだかんねえバーガーと思ったんだけど、周りにすげえ人いる、大好きな人いるからもう全然言えない状態で、あと俺たちが思ったのは、閉会式の盛大なやつがあった場合で、こっち側も照れくさいし帰りたいんだけど、閉会式みたいなのが盛大に行われた場合にいないっていうのもちょっと感じ悪いなと思って、おい伊集院出てるよみたいな空気もちょっとあったから悪いなと思って待ってたら、閉会式はないけど、あの参加者の数よりちょっと多く用意してたドリンクをじゃんけんで買った人がもらえるってやつをするやってて、じゃあそれはいいかつってそれはいいかつって帰りましたけど、まあただなんだろうね、そのやったことないことをやるっていう、まあ面白さはまあまああったね。でまたやるかどうかはわかんないですけど、渡辺監督は次のレースのスケジュールを組み始めますから、予後不良で死んじゃうからね、一旦放牧しないと馬体重戻さねえと。曲、これトライプレインっていう人の曲いきます。トライプレインで回遊魚。勝ち抜きカルタ合戦。あいつの頭はあいうえお、肝心から目が今日さ、そのガラスの向こうにさ、そのお天気のエバトとゴーが来てんだけどさ、あのノリ結果ほらお天気ってもうその絆がゴーちゃんとエバトにも絆が出来上がったから、もうお天気のメンバーってゴーエバト俺じゃん。したらなんかさ、今日番組始まる前にこの話を聞いたらしくてさ、ノリが猛烈な焼き餅焼いてるよね。あいつ走るの大嫌いで、絶対普通に誘ったら嫌だっていうくせに、あいつ走るのが大嫌いな以上に自分がこう異様な寂しがり屋だから、自分がいないっていうことが超嫌いなんで、なんかめんどくせえなあいつ、めんどくせえ、もうしょうがないだろ、お天気の入れ替え戦に俺が勝ったんだから、お天気度が俺が高かったの、俺は2部でO2 で2点すごい、もう最終的に一番お天気度が高かったって、お天気勝ち点が高かったから、俺の次に元のメンバーのジロが高かったから、ジロ知らねえよ誰も、お天気がメンバー返してること知らない、一部の最下位だってノリが落ちてもしょうがないですからね。さあ、カルタ行きたいと思います。いろんなカルタをみんなで作りましょう。全部で今4個の項目のカルタを募集しています。そのうち面白かったカルタ2個が基本的に生き残りでいて、残り2個に関しては入れ替え戦で新しいテーマになりますと。でまあ、いない動物カルタがあ行から始まって、もうすでに今日のや行まで8週目っていうとこまで来ましたね。で、先週好評だったベッキーカルタで、本来はもう一個落ちる予定だったんですけど、カレーカルタも面白かったんで、この三つが残って新しい、ジャンルが石原さとみだったらギリ許せることカルタっていうね。で、じゃあ石原さとみだったらギリ許せることカルタからいきます。ヤギをね、ヤユイよ。ペンネームドドリア様。やぶさめの的にされる。全然大丈夫だよ。石原さとみだよ。石原さとみが少なくとも馬上から俺を見てるんだよ。その俺を見てる石原さとみがずーっとこう近づいていくんだよ。それでちゃんと俺を貫けるかどうかをすごいこうドキドキしながら、あのさとみちゃんが俺をまっすぐな眼差しで見てるわけだよ。ね。外れたら、これはね、もうね、両毒なんですよ。外れたら外れたで、ああ、俺のこと心配なんだな。貫いたら貫いたら、いわゆるキューピッドってやつでしょっていう、両思いじゃん、完全にって思いますから、ギリどこじゃないです。完全に許しますよ、そんな。当たり前じゃないですか。ねえ。ペンネーム本名 OK、寺尾正樹。ヤブをつついて蛇を出し、けしかけてきて噛まれたけどワクチンも出してくれる。ワクチン出してくれるってことはむしろツンデレってことでしょ。
やぶをつついてるところとかでは本当はワクチンをあげて喜んだ顔を見てデレッとしたいわけですけど、その前のやぶをツンツンつついてて最終的にやワクチンが効かずに俺がデレッとしてるやつを略してツンデレってやつでしょそれ。もう全然大丈夫ですよこんなもん。ヒーセン石原さとみだったらギリ許すカルタ、いや、やっと転送終了しそうなところで USB メモリーを雑に抜く、これはダメパソコンが壊れちゃうからこれはダメです。あのさムカついてくるのでさ、昔と比べ人間喉元すぎれば暑さ忘れるとは言ったもんでね、昔まだコンピューター機器がすげえデリケートだった頃って絶対ダメじゃん。一旦取り外すをやってから抜かないと絶対データ飛ぶぐらいの勢いでダメだったじゃん。そういう USB 機器って。でも最近って大丈夫じゃん。なんかすごい保護がしっかりしてて。大丈夫なのにパッて抜くとさ、安全な機器の取り外しをしませんでしたみたいな出るとうるせえよって思うよね。大丈夫なくせにうるせえよって思うようになるね。ペンネームドイ。石原さとみならギリ許せるカルタ。ヤングマンの節でつまらないダジャレをハイテンションでぶつけてくるだって、むしろ良くない別に、だいたいこのさ、ヤングマンのテンションでつまんないダジャレをずーっと言ってくるっていう、やつ、別に悪いことじゃないもんね。オリジナルすぎて。そうですね。これもさ、すごい思ったのは、石原さとみがやるっていう前提と、サイク、まあ、安藤夏はまあメジャーじゃねえか。まあ、じゃあ例えば、タンポポの白鳥がやってくるのともう全然違うと真逆になるなと思うのって、ペンネームもう長くはないの、やるの、いつやるの、ねえ、いつやるの、ねえ、いつやるのって振ってくる。連続で振ってくるって。石原さとみなら超良くね、超良くね、むしろそうしてほしくね。多分、タンポポの白鳥だったら、真っ二つに折ってるけどね。真っ二つに折ってると思うけどね。バッキリ折ってると思うけどね。そうですね。ゆういきますかね。ゆう。もう、ペンネーム、オーシャン、ゆ。雪見大福二つのうち勝手に一個食べちゃったらってもう全然よくね。全然よくね。二個食べちゃっても全然よくね。一緒に、雪見大福一緒に買い物行って、冬だよ。冬買い物行って、雪見大福をあったかい部屋で食べるってよくないって言われて、いいね、いいねって言って、家戻って、こたつ入って、一人で二つ食ったとしても、ああ、そうか、そうだよねって、そっち以外よ。別に俺と、ああ、はい、ステーカーってそんなに嫌じゃないもんね。あとそうですね、ペンネームプロ野球変人伝、ゆるキャラの着ぐるみを軍用ナイフでザクザク刺すちょっと待って、ゆるキャラの着ぐるみを軍用ナイフでザクザク刺すね。ごめんね、そのゆるキャラの着ぐるみなんだけど、倉庫で3種類ぐらいの舞台、倉庫、楽屋ってあると思うのね。倉庫はギリ大丈夫じゃん、くたっとし具合にもよるよ。いやいや、だから、倉庫はダメ度がまだ 5% じゃない。ね。楽屋は半々ぐらいになっちゃうよね。楽屋は、ね、中身の有無が。で、舞台だと 100% になっちゃうから。ね、でも、いいかね。まあ、そこはね。よ!よーは、横浜ゲルマニウム、よ。四足歩行でたまに協賛を吐く。全然いいよ。全然吐けばいいよ、むしろ。むしろ協賛の一つも吐いてくれないと、釣り合いが取れないもん、こっちは。石原さとみちゃんが協賛も吐かずに俺と付き合ってくれるとしたら、変な話だけど、ずっと俺はコンプレックスだけど、もう石原さとみちゃんをすげえ笑わせると、協賛がちょっと出ちゃって、なんかその辺の金属物がシュっていかない限りは、あ、それでさとみちゃんは俺みたいなやつと付き合ってくれるんだっていう風になるから、協賛は吐いてくれない方が、嫌です。協賛は入ってください。ペンネームマーチブラウン。よ。
呼び出されたのでドキドキしながら待ち合わせ場所の雑居ビルに行ったら、こんなチャンス二度とないよ、私がすげえ欲しいぐらいとローンで絵を買わされた。超いいじゃん。一日一杯コーヒー飲むこと考えてみ。なんで俺が片棒担がなきゃなんねん。俺がそっち側の片棒担ぐのおかしいだろっていう。だけどさ、わかりませんけど、結婚詐欺とかあるじゃないですか。すごい、じゃあ100万円貢がされましたっつって、この私は3ヶ月間騙されてたんですかって言うとしますよね。だけどよく考えてくださいよ。石原さとみというにじゃなくて、石原さとみというイメクラ嬢と3ヶ月にわたるプレイが100万円だったらどうします？激安でしょ。こんなね、それも本気になるぐらいのやつも超激安ですから、全然いいですよね。あとはそうですね、これちょっと笑っちゃってるんですけど、ペンネーム顔面パンパンお化け、石原さとみにやられたならギリ許すカルタよ。洋服にコーヒーをこぼされた後拳銃で撃たれるって書いてあるんですけど、お前よし、ように無理やりやるためにおかしなことになっちゃってるぞ。洋服にコーヒーをこぼすことがもう誤差みたいな形で拳銃で撃たれて、許そう許そう、それは許そう、ねえ。ペンネームミスターアンダースローよ。吉村貞明と外野守備で交錯するって。だこれは俺たちは軽はずみに許せるけど、栄村が許せるかどうかだよね。栄村からしてみればね、それでやっぱりかなり大変なことになりましたからね。まあ。石原さとみならギリ許せることは、まあ僕が学んだことは、むしろ許せちゃうっていうことですね。続いて、やゆうようです。2週目です。カレーカルタ。真理だね。ペンネーム美濃駅から徒歩5分。いや、安いカレーに外れなし。安いカレーは当たりは少ないかも、大当たりは少ないかもしれないけど、ほんと安いカレーは絶対にハードルの高さかハードルよりちょっと上のとこを来るから、どんなに安いカレーでも外れはないです。これもう格言ですよね。ペンネームレミヒラノ。いや、ヤクミツルがまた芸能人の使ったスプーンを持って帰りました。カレーと関係ないですよね、ほぼね。ペンネーム BJ サトル。想像して、いや、焼きチーズがたっぷり乗ったチーズグラタンカレー。絶対美味しい。食べたことないけど絶対美味しい。あるのかわからないけど。新しいよね。パターンとして新しいよね。みんな想像できたもんね。焼きチーズ、なんかチーズ上行ってトロッと溶けたやつの上に多分バーナーでガーって焼いて、焼きカレーであり、焼きチーズカレーであり、なんかこう、焼き、チーズ、焼きチーズグラタン、うわ、絶対うまいわってなったら、よくよく考えたら、何を基準に言ってんだろう、売ってねえのにっていう、この感じもちょっといいですね。ラジオ買った中一。いや、薬膳ってつけときゃ、くっそまずいカレーも、ありがたがる。ラジオネームトランザム。いや、矢部美穂が裸エプロンでカレーを作る袋閉じ、どうせ想像以上でも以下でもねえよ。そうね。湯まで行きますかね。ブルースドライバー、湯美香織のアース渦巻きの隣に松山陽子のボンカレーの看板が掲げてあるなんちゃって昭和居酒屋、ね、カレーじゃないじゃん。でもすげえわかるよね。緊張カトリとかなってんだけど、もうさ、わざと汚しをかけた、板張り風のプラスチックみたいのやめない。なんか俺の中であれの古いやつって耐えられないよね。あの昭和風居酒屋作って5年ぐらいで
本当に錆びる、手入れが悪くて錆びれ出したところって、ないよね。あと、改築する金がなくてああなっちゃってるやつを舐めてんのかっていうね。ペンネーム武蔵野。夕暮れ。帰り道。どこからかカレーの匂い。体にぶっかけられてるとも知らずに。ノスタルジーじゃない。ペンネームオレンジ13。誘拐犯に出してもらったカレーの方が家のカレーより美味しかった。ペンネーム入り豆。よ。吉田くんちのカレーはうまい。清水さんちのカレーはまずい。お前、方々渡り歩いてんじゃねえよ。クラスメートの家を。ペンネーム猫の島。よ。47都道府県の食堂のカレーを食べ歩いたカレーマエストロの感想。どこもそんなに変わらなかったです。カレーはいいね。なんかシンプルだけどちょっと面白いね。さあ、お待ちどうさま。2週目です。ベッキーカルタ。ベッキーちゃんっぽいセリフを並べていただきます。今日はやゆうよ。ペンネームケツエクボ。やばいやばい、ドブロックさん面白すぎ。ペンネームブルースドライバー。やらない後悔よりやる後悔だよ。ね、いいそうですね、いいですね。これもう言ってんじゃねえの、これ。ペンネーム無重力スナイパー。いや、病は気から、元気はベッキーから。言ってそうだよね。相当。ペンネーム餃子ライダー。言ってんじゃねえかな、これ。いや、山田うどんなら駐車場が広いから、長距離トラックドライバーさんも安心して仮眠が取れるね。頑張って男女4人の笑い声。ベッキーカルタ。いや、やめて打たないで。 T ウイルスに感染していてもパン君はパン君なんだよ。あ、そこからか。これも来てるよ。ペネマルデンテ。いや、矢の頭がみんな考えんじゃん、いろいろ。それ山田うどんとかも考えるじゃん。闇ママのオムレツとってもヤミーだよ。だってうーわー、言いそうだなー。ペンネームちくわじこ。矢口真理さんは今は空っぽのクローゼットにいつかたくさんの笑顔を詰め込んできっと帰ってきてくれる。だってうるせえ、蒸し返すんじゃねえ。ペンネーム玉川玉。夢は時間を裏切らない。また時間は夢を裏切ってはならない。いや、このカルタ売れないわ、もう。てかベッキーの許可が下りねえから、もともと売れねえけど。ペンネーム今日も夢落ち。雪って私大好きだって、子供の頃キラキラしていた毎日に一瞬で戻してくれるんだもん。いいね。ペンネーム富士。夕日って神様がなくした金玉なんだって。綺麗じゃねえよ、全然。綺麗じゃねえよ、なんだよ、入り口綺麗だったけど。来たよ。ペンネーム右フック船長。夢は逃げていかないよ。逃げているのはあなたでしょ。はー、ベッキー大好きは、しかっペンネームトゥバルグタカトシ。夢であなたに会えますように。また来週、ベッキーでした。うわぁ。ちょっとベッキー、いつも俺が言ってるやつじゃん、これ。このラジオ終わりに必ず俺が言ってるやつじゃん。何撮ってんだよ。まあ、やゆよのベッキーカルタの夢始まりの多かったこと、多かったこと。ペンネーム藤井菊一郎。有罪判決、笑顔と元気でひっくり返しちゃえ。ペンネーム内小場、揺すられても屈しちゃダメ。よね。ペンネームハイフライフロー。よく言われるの、
元気の源は何ですかって、そしたらこう答えるの、みんなの笑顔だよってペンネームぺったんこ坊主よ、よもぎ餅、元はただの雑草なのにこんなに美味しいなんて見習わなきゃだってペンネームニューラジパラザウルスよ、夜逃げだって明日の私に会うための大事なステップ前向きだなお前は これはいない動物この山越えられますかね。いきます。いない動物カルタ、ついに野行まで来ました。8周目。やっぱり矢のつくものから発想していくから他のジャンルのカルタと少し被るんだけど、やっぱ来たなと思ったらペンネームしけたつら、や、矢部美穂のケツをただれさせ撮影中止に追いやったニューカレドニアの毛虫ペンネーム武蔵野、や、やっぱり稲葉物置ガメでも100人乗ったら割れるね、甲羅ペンネーム武蔵野、や、屋根裏にはネズミさんの家族が住んでいるのよ、でもママ大根ぐらいのクソがあったよネズミいねえな。ネズミいねえな、おい。ペンネーム、石器時代さん。や、やっと獲物にありつけたライオンを満腹にした上で餓死させるゼロカロリーインパラ。ゼロカロリーシリーズだね。ペンネーム、ペカ代表ブルマ泥棒。や、辞めたバイト先に給料を取りに行ってくれる犬いてほしいなぁ、おい。大竹久和、いや、ヤドクガエルの上に倒れたヒロシの T シャツに寄生したど根性ヤドクガエル。ただヒロシが死んじゃってるんだけどね、完全に汁で。ペンネーム白ダンディ、ユーガットメール、ユーガットメールと鳴くメグライオンだって、ダジャレじゃねえかよ、これ、ね、ここダジャレだよ。ペンネーム炭酸水、ユユースケサンタマリアそっくりのイントネーションでつやしって喋るインコだって、ユーみんなやっぱねえんだな、ユースケサンタマリアを思いついてそこからもう強引にねじっていくしかないもんね。よ、うん、ペンネームオバンド、よ、ヨーロッパで大人気、毒がないから飼いやすい毒チワワもどき毒チワワもういるんだよね、猫の島、よ、酔っ払った時に凪良健一がよく口にする子供の頃見たというニッポリザウルスいないよ、なぎらさんが言うやつは。ペンネームボールペン返して、よ、要は角が生えただけの馬でしょ、ユニコーンそんな冷めた言い方だ。さあ、この中からどれ行くかな。まあベッキーは残しだね。ベッキー残しちゃうでしょ。ベッキーと石原さとみが両立すんのかどうかですね。ベッキー確定、残し確定で、で、この先ちょっと新しいやつの感じで決めます。新しいやつは、ペンネーム、ルールブックぐしゃろう、芸能人無駄知識カルタ。あ、アメミヤは自宅のキッチンの換気扇のそばにパソコンを置いて仕事をするんだって。そうなの？そうなの？ウィキペディアの大活躍と、だ問題は、この今日新しく選ばれるものの大変なのはラ行なんですよ。ラリルレロっていうすごい難しいところで行かなきゃならないじゃないですか。で、これのケースはまあ多いのは芸能人の名前のラ行のやつから始まるやつがまあ多くなると思うんだけど、その競争率の中どう行くかみたいのと、そうじゃないところの兼ね合いの難しさですよね。
そうですね。これちょっとですけど、ペンネーム BJ サトル、一昔前の IT カルタ。あ、iMac に偶然似てたよ、E1。覚えてる？ iMac そっくりの Windows パソコンで。あれ、どこだっけ？わ、すいません、忘れちゃったな。割と今もあるような、いわゆる、ショップパソコン作ってるようなとこが出してたような気がするんだよね。あ、ISDN は回線が安定してるからほとんど切れない。っていうのと、ペンネーム、テラケッターマシンダガヤさんの、懐かしい電化製品系カルタ。あ、RF 接続を終えてからファミコンをプレイっていう。RF 接続一旦、まあ、今思えば300オームのアンテナのフィーダー線となる。アンテナ線をかますか、75オームのアンテナ線を向いて、で、その機械にかませて、ファミコンとつなげるみたいな作業が、いったね。この両方で、なんかその、昔前の電気カルタはいけそうな気がするんだよね。で、これと、一昔前の電気カルタと、そうね、その、芸能人無駄知識カルタをイン。で、アウトは、芸能人ものが被るから、石原さとみは切るわ。石原さとみ切りの、うわぁ、これいない動物かカレーかどっち残すかなんだよなぁ。なんかそうねぇ。いない動物も、いない動物ライオン来るね。ライオンの中でどれだけいいの来るか、ちょっとそこもありますんで。まあ、いない動物残しましょうか。いない動物カルタ、ベッキーカルタ、一昔前の、電化製品カルタ、そして、芸能人の、いらない、知識、いらない知識カルタ。この4個、ラ行です。これ難関です。頑張って送っていただきたいと思います。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から、カルタそれぞれの係まで、ジャンクのホームページにも、フォームを作って立てておきますので、そちらからもお願いしやさ。ヤフーくさぶくらヤフー知恵袋に送っちゃいけないクソみたいな質問を送ってもらうコーナーです。じゃあ時間も時間なんで、まずこちらから。ラジオネーム、それでいいのださん。先日から吐血が止まりません。昨日プラモを作っているとき、自分の肺たちが少し付着してしまいました。血を取ろうとすると塗装まで取れてしまうと思い困っています。どなたか良い方法を教えてください。あと同様に畳を2畳ほど汚してしまったので、そちらも適切な処理の仕方がわかりません。教えてください。え、あの塗装アクリルそこじゃねえって適切な処理の仕方は病院に行くですよね。それはわかりませんが、あなたが畳の処理の仕方、畳は何ゴミみたいな、血のついた畳は何ゴミなのかっていうことを考えてるとしたら、またちょっと別の話。それは自治体によって違いますからね。だけど、本当に広い意味での適切は、病院に行かれるべきかと思います。続いて。ラジオネーム、にすぎさん。先日私が私の家から逃げ出した鶏を追いかけている途中、外国の方に声をかけられました。どうやら道を尋ねているようなのですが、私は日本語以外に話すことのできないため、とっさにデンプシーロールからの右フックを打ち込みました。それで全て終わるはずでした。ですが倒れた彼女は身重の体でありながらゆっくりと起き上がり、私の顔面を貫くような眼差しで見据えてきます。そして彼女は再び私の前に立ちはだかったのです。大したやつだと思いませんか？質問は大したやつだと思うかどうかです僕ね、
これやっぱり、ね、なんていうの、いっぱいやりすぎるとダメなんだけど、これ難しい。やっぱ本当ね、あのメール書く人すげえなと思うのは、まず意外なところで、私が先日私の家から逃げ出した鳥を追いかけてる途中のところがもう何にも関係ないでしょ。とさっと言ってますけど、倒れた彼女はっていう後のくだりね。身重の体でありながらって書いてあって、何そこさっと入れてんだよ、結構重要な要素だからねみたいな。三つ目言ってください。ラジオネーム兼業農家さん。手袋の反対は？と問われ、六ぶてと答えると六回ぶってもらえるというプレーがありますが、正直6回では物足りません。欲を言えば1000回ほどケツをパーンとやられるのが理想ですが、残念ながら軍金パスつけんせなどという単語はありません。そこでどなたか軍金パスつけんせを広辞苑に載せる方法をご存知の方は教えてください。金田一秀穂先生に強いコネクションのある方のご回答をお待ちしています。あの、軍金パス検査は一応、鮮血スパンキングの略なんで、あの、要は、ちょっと軍金、パス検査の反対はって言ったら、鮮血スパンキングパーン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 の感じが、この人の理想だと思うんですけど、まあ、少なくともこれを一生懸命番組のリスナーの方が言っていただくことで一旦 Google に乗るぐらいまでは行く可能性ありますんで、そこから地道にですね。じゃあ次ラストです。ラジオネーム音中さん。先日新幹線の中でうんこをしていたら車掌にこっぴどく怒られました。ありえなくないですか？早合点しないで聞いてくださいよ。僕はちゃんと新幹線のグリーン車とグリーン車の間に設置されているトイレの前でうんこをしたんですよ。あの鉄道マニアの渡辺くんが、僕の前に座ってる高生の渡辺くんが一旦納得しかけたのがすごい面白かった。その一旦納得しかけて前っていう顔したのが、前だとダメかな、前だとダメなんだよね。たくさんのダメな質問をお待ちしております。働くおじさん。皆さんが働くおじさんとして自分のやったことのあるお仕事、もしくはお仕事の一部をちびっ子たちに優しく教えてあげるコーナーです。じゃあ最初、ペンネーム見かけないパンティー、略してミカパン。漬物が破裂するの巻。おじさんの仕事は何？たまり漬けの工場の中でパックされた大量のお漬物の中から売り物にならない商品を取り除く仕事だよ。辛いことは何？作業台に山積みにされたパックのうち、下手すりゃ1割ぐらいはパックが破れて調味液が流れ出てるんだけど、破れたパックを取り除くんだ。さて仕事はここからが本番。この時点でほぼ全てのパックが調味液まみれだから、それを一つずつ布で拭き取らなきゃいけないんだ。とっても大きな箱に入れられた何百というパックの山がフォークリフトでおじさんたちの前の作業台にぶちまけられるところから仕事なんだけど、ぶちまけられた時の衝撃で相当な数のパックが破れてる気がしてやるせないんだ。まあそれが辛いところなんですね。嬉しいことは何？何十個かに一個ぐらい全く調味液がついてないパックを見つけると嬉しいね。あとパックがまんべんなくびしょびしょなのに破裂しているパックが見つからない。一つ一つ拭いているうちに大部分のパックに小さな破れがあって少しずつ漏れていたことに気づいた時には、巧妙なトリックを使った犯罪集団を一挙に摘発したような気持ちに。そう、被害者じゃない、
こいつらが加害者なんだっていう、このアガサ・クリスティ的に見っかった時ね。あと、嬉しいこともある。あと、作業中は軍手着用だから、昼休みにこの軍手をしていると、醤油の匂いでご飯が進むよ、だって。おじさんありがとうございました。ねえ。いいね。なんかちょっといい、わかるのはさ、その雑な扱いをしなければ、廃棄になる溜まり漬けがもうちょっと減るっていうのは分かってんだけど、班が違うからフォークリフトでドバーっていかれてるからね。いや、それはね、いいです。とても、実感がこもってていいです。続いて、ペンネーム、米朝。シーツを剥がして丸めて詰めての巻。おじさんの仕事は何？ホテルのベッドから使用済みのシーツを剥がして持っていくことだよ。ベッドメイクは他のおばさんがするから、おじさんの仕事はそれだけなんだ。辛いことは何？おじさんのホテルはディズニーランドの近くにあるんだけど、大量のシーツをカゴに詰めている時に、すぐそばには夢が詰まってるというのにと思うことだね。楽しいことは何？ドアノブに清掃してくださいっていう札がかかってるので、うん、まあよくホテルにあるよね。自分が出るときにあれかけとくとベッドメイクをしといてもらえるっていう。ドアノブに清掃してくださいって札がかかってるので中に入ると、たまに家族から足手まといと判断されたおばあちゃんが部屋に一人で残ってることがあるんだ。そんなおばあちゃんにテレビの付け方とか教えてあげるとすげえ感謝されるよ。おじさんありがとうございました。これはね、わかんないね。なんか 2days パスポートとかあんじゃん。そうするとばあちゃん一日もうはしゃぎ回っちゃうと、もうおばあちゃんはいいからみんなで楽しんでってって言うんだろうね。それで掃除してくださいがあるから、ガチャ、うわばあちゃんいるわっていうその感じだよね。ラストもう一個いきます。ペンネーム股関節片尾。チェックチェック、見逃したらダメの巻。おじさんの仕事は何？おじさんは出版社で DVD 付きのエッチな本を作ってるんだけど、その付録の DVD 用の動画にモザイクのかけ忘れがないか最終チェックをする仕事だよ。この仕事の嬉しいところは何？ほんの一瞬だけちっちゃく先っぽが見切れてるのを発見した時かな。ウォーリー君を探せのウォーリーを見つけた時のような爽快感が味わえるよ。おそらく知らず知らずのうち脳トレにもなってると思うんだ。チンチンの破体験だね。辛いことは何？こんなに一生懸命やってるのに見逃してしまうとすごく怒られることかな。ミスをするとチェックをする人数が増やされて、他の人に余計な仕事を増やしやがってって視線を送られるね。びっくりしたのは、そうやって二人三人がかりでどんなちっちゃな袋もどんなちっちゃな竿も見逃さないぞって頑張ってたら、割と中央に堂々と映ってるチンチンを完全に見逃した時には会社を潰す気かって怒鳴られたね。おじさんありがとうございました。すげえわかるよね。多分端っこに、要は大きいのは消されてるだろうけど、俺の仕事は消し忘れだからと思うから、パッと見チンチンに見えないようなところのチンチンみたいのを探してるがゆえに、ど真ん中にドーンってあるやつを全然消してないんだろうね。その感じはわかるわ。本当におじさんたち、いろんなお仕事、ご苦労さんです。ここで珍しくですね、ゲストと言いますか、僕のチームメイトの二人が駆けつけてくれました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと俺らお天気の、はい、お天気覚えてもらわなきゃならないから、ちょっと自己紹介をちゃんとしといて。はい、よろしくお願いします。チームお天気、エバト国政です。よろしくお願いいたします。そしてどうも、チームお天気、ゴー担当ゴーです。よろしくお願いします。そして、チームお天気、まあ新しく
大津の方から昇格してきました。伊集院光です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、ガラスの向こうになぜか呼んでもいねえのに、元お天気のあの方、いない。いますね、なんか。なんでしょう。あの人は文化放送の子だから、ダメなんですよ、そうですね。今日はあの、この後生放送の他にも、ポッドキャストの方でいろいろこぼれ話がありますから、あの、帰り道に僕がうんこを漏らしそうになって話してます。完全にこぼれたやつですね、もう。はいはいはい。あれ、その話なんですね。あの話なんかもしようと思ってますんで。あと、あの、大事なのはね、やっぱり、こうやって、いつも俺が先輩の権限で、駅伝出ようか、なんつってね。はい、で、わかりました、出ます、なんつってくれる二人ですから。いや、僕は聞いてないですけど。なんか、しっかり言ったみたいになってますけど、エヴァとは聞いてませんか？何すか、それ。超びっくりしてます。びっくりしました、お前、アンカーなって言われた時の顔、超面白かった。超面白かった。何アンカーってみたいな顔。意味がわかんなかった。超面白い。怒りって意味の、怒りって意味なんですかっていう。お前、英語詳しいな、ね、もうその感じになってましたから。はい、まあ、お礼と言っちゃなんですけど、どうしてもね、告知したい DVD が、映画版おしんの DVD が、違います。いよいよ違います。伊集院さん違います。ちょっと、苦重すぎますよ。大根飯。大根飯食べないです。まあ、そうなんですか。はい。なんか出したらしいですけど、DVD を。ありがとうございます。なんてタイトル。よろしいでしょうか。お天気初 DVD。はい、はい。一回やらせてが、ありがとうございます。出ました。一回やらせて。はい。アダルトのコーナー。アダルトではないです。アダルトのコーナーではないです。バラエティーです。ね。はい、お天気の3人は出ないんですけど、アスカキララちゃんが出てる。いや、確かにそうですね。はい、気にはなりますけど、はい、違います。これがコンテンツリーグより、はいはい、3000円で発売中です。出た !3000 円ってマジで？マジでな。3000円って3000円分の何かが買えるぐらいの値段で買えちゃうの？いや、そうです。そう、確かにそうなんですよ。だって、トンコマ3000円分買える、たったそれだけの値段で、DVD、3000の DVD が買える、買える、こういった。そういうことなんですけど、なんだろう、急に価値が下がった感じがするんですよ。いやいやいや。大丈夫ですか？うちの DVD。大丈夫です。はい。で、しかもそれに伴って、無料ライブを、はい。やっちゃうと。はい。それいつですか？はい。2月の14日、バレンタインデーに、バレンタインデー19時より、はい、有楽町線千川駅、はい、で、スタジオビーチ部というところで、この無料イベントをやらせていただきたいと。はい。はい、バレンタインデーイブの次の日に当たる日ですよね。いや、バレンタインデーでいいんですよ。バレンタインデーのイブはつけないでください。つけないで。ややこしくなる。2月14日、バレンタインデー。だから、覚え方としては次の日、バレンタインデーに売れ残ったチョコレートをホワイトデー用に梱包を始める日の前の日って。いいさん。僕らの大先輩ですよね。はい。なんでそんな意地悪するんですか？エバト君はツッコミが上手。とても上手でびっくりしちゃいますよ。本当に。ありがとうございます。で、これが一応参加方法と言いますか、まあ、はい、来たいっていう人がいてくれたら、今から言うメールアドレスを、はい、みかん汁でメモってください。みんななんで炙り出すんですか？あ、ほら。炙り出さなくて結構ですよ。とても上手に時間がなくなっちゃった。そうですよね。はい、はい。ご要約はメールアドレス、お天気、ローマ字表記お天気ですね。214@gmail.com。こちらにいただければと思っております。お天気214@gmail.com のところに、はい、来たいという。はい、ご連絡先いただければ、はい、お願いいたします。はい、いただければお願いします。ああ、ぜひお願いします。あと、ポッドキャストも暇な人を聞いてください。はい、あと、ガラスの向こうにいる元お天気の人は、帰って。はい。帰ってください。ね。ベッキーの挨拶で締めようと思いましたけど、忘れちゃいました。その気がないから忘れ